はい。では、いろんな事象と関数やっていきたいと思いますえ。まずですね、問題1から読んじゃおうかな。駐車時間が3時間までの、えー、つまり180分ですよね。うん。180分までの駐車時間 X 分と駐車料金 Y への関係をグラフに書いてください,っていう。ここにね、書いていきましょう。はい。まず見てください。駐車時間が60分までは300円ですよ、と。はい。 60分までって言ってるんで、60分ぴったりでも300円ですよね。はい。なんで、グラフはこんな感じです。はい。まず、止めてなかったら、つまり、0分だったら、まあ、0円なわけですよね。お金かかんないんでね。まあ、ここを一応黒丸にしときましょうか。ね。お金かかってないんでね。うん。で、えー、駐車したら、もう、 一秒でも経ったら300円取られちゃうんですけれども、0分だったら300円取られないんで、ここをね、白丸にしといてください。塗りつぶさないように。これはね、0分だったら300円にならないですよと。まあ、0円ですよって意味なわけね。ここに黒丸といてくださいね。はい。で、ここ肝心なんですけども、60分までって言ってるんで、60分は300円なんですよ。60分超えてきたら、 えー、30分ごとに150円ずつこう増えていくんで、うん。なんで、60分のこと見てくださいね、ここ。この時はギリ300円なんですよ。だからここ黒丸にしてください。はい。そして、もうさっきに線引っちゃいますね。この白丸と黒丸を線で結んでください。ちょっとこうなりますよね。はい。こうなったら例えば30分でも300円。 40分でも300円、60分でも300円ってなるわけね。逆に0分だったら、白丸だから300円ではなく0円ってなるわけです。はい。で、そこから30分ごとに150円ずつ加算されるんで、えー、っと、ここの150円だから450のとこですね。ここが450円ですよね。だから、ここ白丸にしてもらって、あとルール一緒ですね。 30分経ったら、ここ黒丸です。90分までは、450円ってことになるね。はい。まあ、こんな風になってくると。はい。じゃあ、また、同じ養老です。ここが白丸。で、30分経ったら150円。ね。えー、っと、ここが黒丸ですね。うん。で、こ,れこの作業をね、もう最初もう、点打っちゃおうか。 ね。こう、白丸、黒丸、白丸、黒丸と。3時間、つまり180分で終わりなんで、あとはこれを線でね。これで階段みたいな感じですね。こんな感じでグラフを完成させてください。これでグラフの完成ですね。はい。では2番目いきます。2時間40分駐車した、駐車した時の料金なんですけれども、これちょっと時間、分全部分なんでね。 うに直しちゃおう120ですね。60×2 で120。120たす40でこれ160分です。160のところを見たら分かりますよね。見てみましょう。150と180の間ですよね。はい。で、こう見ていくと、この線上のところですよね。ちょうど。だから、はい。簡単に分かりますね。900円ということになります。 はい。そしたら一旦ビデオを止めてもらって、エクササイズ B やってみてください。でエクササイズ B をさっくりとね、解説していきましょう。はい。もうこれね、グラフ書いてくれてます。ある鉄道で乗車距離 Xkm ーーの時の運賃が Y で出てるわけですね。はい。Y は X の関数であると言えるのか。はい。X を一つ決めた時に、Y が一つ決まればですね、これ関数と言えるんです。見ていきましょう。例えば、X が、 えー、ここですね。4だったら130って決まる。6だったら160って決まる。ちゃんとこうね、X 決めた Y が対応しているので、これは関数とこれ言えます。ね、シンプルな問題でした。はい。では続いて増殖率18キロ見ていきましょう。18はどこでしょうか。16と20の間、ここですよね。ここが18ですよね。では、見ていきますと、この線上のとこですね。 そうすると、ここで、こう見ていただくと、はい、250円ですね。もう一回やっていきましょう。こう言って、この線上だから、250円。よっしゃ、簡単ですね。はい。では運賃が220円になるときの X の変域。はい、220って言ったら、ここに書いてますね。丸しました。はい、下がって、この、この白丸からこの黒丸。え、12と、 16がポイントですが、X が12の時は白丸だからこれ含みません。ということは、12小なり X です。ここにイコールをつけないようにね。そして、16の時は黒丸で含んでいるので、小なりイコール16となりますよね。いいですね。16のところは黒丸なんで含むんで、それからイコールつけてくださいと。これで X の行完成です。 非常に簡単なものですよね。以上です。